セガ。Hey guys, we're back with Negoshi-san and Yokoyama-san to talk a little bit more about Yakuza 5. So the first Twitter question comes from @allinthemanual. What is the process for making music for the Yakuza games, and who decides what genre of music is featured? その多くは、インハウスのサウンドコンポーザーが、作ってくれてるんですけど、いくつかはとにかくたくさんの楽曲の数が必要なので、外のアーティストの方からもいただくんですけど、およそその実はヤクザシリーズはもともとはギタリストのやつなので、どうしてもロックとかいうキーワードは非常に得意になってきてしまうので、まあ、でも非常にでも腕の立つ人間だし、ギターをベースにしながら、まあ、最終的にもう少しテクノっぽかったりダンスミュージックっぽかったりインタラクティブに変えるようにそのサウンドチームがうまく設計してアクションと動機を取ってというような仕掛けを一生懸命頑張って何とかして戦いをこうより盛り上げていけるようなトライっていうのはたくさんしていて、5とかはそれがものすごく実はそのラストバトル以外にも多く入っていて、でそういうところ気づかないで自然とユーザーの方がねプレイヤーが気持ちが上がってもらえるといいなと思ってこっちもやってるんで、そんな結構こっちではこだわって作ったなっていうのは思い出ではありますけど、はい、かかってこい。This next Twitter question comes from @MateusGritz. Which location can you see taking Kazuma and company in an exciting new story? Perhaps somewhere overseas, or would you stay within Japan? まだ本当にそこは何も。まあ、どっかに行ったところで面白くは、海外に行ったら海外で面白いだろうなと思うけど、日本人が喜ぶってことをベースにまず考えているので、本当にまだ日本の中でやり残したことはないかっていうのが僕らにとっては優先順位が高いと思います。僕の場合は自分が脚本担当して打つのもありますけど、その彼がどういう今を過ごしてるんだろうって方から入るんで、どの町にいてほしいとかじゃないんですよ。後からくっついてくる話だったりするんで、どの町にいるとかちゃんと桐生の、まあ、今を描くのか過去を描くのかとか新作いろいろなんかアプローチ違ったことしてますけど、日本だと龍が如くゼロって過去を、まあ、作ったのもあるけれど、時代を超えるってこともあるし、その別に街にこだわってどこのロケーションに立ってほしいっていう視点からは作ってないので、あんまそこは二の次っつったら変ですけど、まずは設定から考えますかね。ああ、鈴木さん、お疲れ様。This next Twitter question comes from @JustinGlett.Is there any chance of seeing Yakuza 0 come to the West at any time? 今はヤクザ5を一生懸命ローカライズしたものを海外のマーケットの人に遊んでもらいたいっていうのは一つ。あとはヤクザ0でまたちょっと時代設定が少し変わっていて、まあ、日本人から見てもユニークなコンテンツになっているので、個人的にはそれに触れてもらうチャンスがあるのであれば、嬉しいなとは思いますけど、どうなんですかね。Any messages to your fans in the Western market? ヤクザ5という作品が、いよいよ海外で発売されます。僕としてはですね、映画でもそうなんですけど、文化が違っていても面白い作品というのは必ず喜ばれると思いますし、正直例えばハリウッドの作品でも僕らの文化の中では理解できないものも多少は入っていたとしても、でもそれでも十分楽しいものは楽しいですし、まず作品がそのエンターテイメントとして優れているかどうかが基準であって、そういう意味では非常にレアな、そしてエキセントリックな設定のゲームだとは思いますけど、日本でこれだけのセールスが記録できたということは、そういうエンターテイメントとしての質が高いものだというふうに、期待してもらって、まずは触ってもらって、でそのユニークさと、またその世界各国共通に感じてもらえる感動みたいなものを味わってもらえたら非常に幸せに思いますので、ぜひ遊んでみてください。ヤクザ5はですね、もうヤクザシリーズ史上最も日本の今っていうものが詰まってる作品で、もう野球アイドルとかその日本っていう国が持ってる大きいスポーツだったりその芸能のカルチャーが
全部その一つになって詰め合わさってる、まあ、奇跡のような作品だと思うんです。日本に来たことない人はもうこれが今の日本だと思って遊んでもらっても実はいいんじゃないかと思ってるぐらいなので、あくまでもメインストーリーは、まあ、骨太なシリアスな、極道ものの、ストーリーだったりするんですけれど、あの夢あり笑いあり涙ありの、日本の今が全部詰め込まれてる作品だと思いますので、日本を丸ごと遊ぶつもりで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 Gentlemen, thank you so much. And thanks to you, all you guys on Twitter who wrote in and shared your questions on Yakuza 5. On behalf of Sega and Sony and the team at Third Party Production, I'd like to thank you all for tuning in. We'll see you soon. いってらっしゃい。